everyone, welcome back to another video. How are you doing?、This is my political speech and activity.、Let's do this.、今7時10分ぐらいです。ちょっとまた話をしていて、また遅くなっちゃいましたけども、まあとりあえず今からまた30分ぐらいかな、大統領演説をして、ライブ動画も撮って、今日はそれで終了しようかなと思っています。昨日もYouTube、見ていました。なんか珍しくね、教育の話をしていたんですね、その YouTuber が。まあ英会話教育と、あとは大学の、まあ入学をね、4月から9月にするということと、あとなんだっけな、大学受験のこと言ったかな。あともう一個が忘れちゃった。まあとにかく東大も、まあこれはね最初から知ってたことなんですけどね、東大はまあ日本で一番ですけども、まあ世界ランキングで言えば、世界の大学ランキングで言えば36位とか、だから別のソースで言うと75位とか、かなり下の方なんですよね。まあ理由は多分、まあその学力じゃなくて卒業生の初任給の高さによるのかなと思います。つまり大学というのはまあいわゆると子供に対する投資なんで、その投資に対するリターンが要はその子供の初任給だと思うんですよね。ですのでそういった数字のことも影響があるのかなとは。まあペーパーテストの点数だけじゃないですよね、おそらくね。ですから稼ぐ力が、自分にもないですけど、その稼ぐ力が一番大事なのかなとは。日本はまあ公務員だけねバンバン給料上がってるんです。クビにもならないし、ただ民間企業っていうのはもう20年30年給料があんま上がってないんですよね、そのバブルが崩壊してから。浜松なんか未だに手取り13万ぐらいですよ、中小企業は。ですから、会社に就職するとか、公務員に潜り込んで税金食いつぶすとかじゃなくて、自分の力だけで、お金を稼ぐと、つまり稼ぐ力が本当に求められてくるのかなと。まあ、やりたいことをでお金じゃなくてやりたい仕事をやるべきなんですが、ただお金がなければね、税金もお金で請求してきますから、公務員は。稼ぐ力というのはやっぱり今の時代、特に、コロナショック後の時代は重要になってくるかなと、思います。まあ、ということはやはり最低限英会話教育と金融の教育はもう小中高で導入して、世界でね活躍できるような、国民学校教育人材育成をした方がいいんじゃないのかなと思って、まあ、政治の活動を、しています。非常に日本は変化のできない国だと思うし、まあ、公務員がいるのでね、公務員天国があって税金を増やして、で公務員を守るための規制がいっぱいあって、その規制が岩盤規制になって新規参入を阻み、新しい可能性や民間の可能性の目を潰しているということですから、まあ、邪魔な公務員を、ね、リストラする、まあ、AI 使えばいいですよ。だからそういったことをやって、公務員なんかに金をくれてやるよりも、子どもたちの未来に税金を使うべきだと思うし、優秀な人材というのは本当に必要だと思います。知らないことをね、他人が知らないことを知っているっていうのが強みであるので、やっぱり優秀な人っていうのは人が知らないことをね、知っていますし、実践的な経験ノウハウもありますし、で行動力もあるので、人材育成に力を入れるのと、まあ、それよりも手っ取り早いのはやっぱり海外から優秀な人たちに来てもらうと、そのための受け皿を作った方が合理的なのかなと、
思います。21世紀は、優秀な人材の奪い合いになっているような気はします。アメリカのシリコンバレーも、シリコンバレーだけじゃないかもしれないですけども、まあ、GAFA と言われる、ね、あの巨大 IT 企業がありますし、ドバイも、まあ、金持ちと貧乏の、ね、格差はね、格差はかなり高あの開いていると思いますが、まあ、それでも優秀な人たちが集まって、経済を発展をさせているということですので、もう人材ですよね。そして自分も動きが鈍いので、なるべく早く動こうとしてますが、挑戦するということも重要ですよね。無難な人生を送っているのもまあいいんですが、まあ、自分のやりたい仕事をやって、やりたい人生をやって、まあ、行動するということは必ずその失敗が伴いますので、日本の場合はその失敗をね、恐れる、あとは学校の教育で失敗をしちゃダメと、そういうふうにその印象操作されていますから、失敗するのが悪いことではなくて、同じ失敗しなければいいのでね、ビリオネアの人たちも、失敗を経験していますから、それをね、踏まえてさらに成長して成功を収めているのでね、失敗が悪いものっていう印象操作こそが良くないですよね。やっぱり行動すると、失敗しても、そこでね、理由を考えて対策を考えてさらに成功に向けて、歩みをね進めていくというようなスタンスというか、そういった価値観が必要なのかなと思います。まあ、クビにならない公務員がいるからどうしても空気的にたるんでますよね。ここもここたくさん市役所の公務員君通りますけど遅刻ばっかしますけどね、空気がたるんでるんですね。競争が全くありませんから、公務員は全公務員が競争ありませんのでね、まあ腐った公務員ですよ。なのでアメリカなんか特に競争によってね強い国になっていますから、ある程度日本も競争をね、どんどん取り入れて、強い人間を育てていくということが重要なのかなと。弱さのない国民を作るというよりは弱さで勝負できるような人材育成というふうにシフトをしていった方がいいかなと個人的には考えています。はい。まあ、今からまたちょっとつまらない街頭演説をしてみます。だいたい、まあ、ここねぬるま湯がいっぱいいるからやりにくいんだけど、まあ、30分ぐらいかな、30分ぐらい、どうしよう。一応またライブ動画の方も今日撮っていきたいので、もうちょっとねただ今日も7時前にはねここに着けたんだけど、投資をやってる人とちょっと話し込んでしまって10分ぐらいかな。まあ銀行の支店もね浜松なんですが半分ぐらいもう閉めちゃってるという話をねしていました。あと結構、まあ、日銀がね貸し出しをしろと、金利も下げて、一部ですけども日銀に預けている当座預金ですかね、ゼロ金利も一部ですけど、導入したりしていますよね。ただそれでももし銀行がお金を貸して、戻ってこなかったらそれは銀行の、ね、負担になってしまうということで、まあ、なかなかその貸し出しもしていないと、担保がないと貸さないとか、しかもその貸したお金はね、翌年の、利益にして、それに対する税金も払えということですから、結局は公務員が得をするだけなんですよね。本当にこいつらが得をしてね楽をするだけなので、まあやっぱり公務員いらないですよね。誰でもできる仕事ですから、市役所なんて県庁もそうですよね。だから
人材育成、あとは子どもの未来に税金を使って投資を、教育に投資をした方がいいかなと。公務員にね、何度も言いますけど、税金をね、900万、1000万くれてやっても全く意味がありませんから、そもそも仕事する気ないですからね、彼らは。今回のコロナで、コロナの影響でという新しい言い訳を彼らは覚えましたから、コロナの影響でと言って仕事やんないですよ。説明もしませんし、電話で問い合わせしろと。で、公務員はプラプラしてると。なので、これが本当のね、公務員の姿ですから、そういったこともお伝えをしていかないといけないと思いますしね。ということは、公務員が減らして、あとは議員の数もね、国と地方、2種類だけでいいんじゃないですかね。地方は県議とか市議とか町議とかありますけど、地方のことは県議に任せて、市議と、ね、町議もなくして、国会もそうですね、参議院いらないんじゃないですかね。衆議院だけで、地方は県議会議員だけと、こうやって簡略化した方がいいのかな。そうすると市役所と県庁もいりませんよね。ネットでつながってやった方が全然早いですし、自分もその先見性があるわけではないので、今後 そのコロナショック後はどういう具体的などういう、ね、生活スタイルになるかちょっとよく分かりにくいんですが、それでもリモート操作も Zoom も需要が増えているみたいですし、塾もね、その映像授業とかも取り入れているところもあるみたいですから、ということは学校もね、別に映像授業でいいと思いますしね。1000万ぐらいもらって、クビにならない学校の教員の公務員が偉そうにふんぞり返ってるだけですから、こんな奴らに金くれてやる必要はないですよ。だったら優秀なね、一番授業のうまいやつの映像を撮って、それを映像で配信して、義務教育も通信教育制もね、選べるしてもいいかもしれないですよね。とにかくスモールガバメントを目指した方がいいかなと、思っています。たるみ切った公務員いっぱい通るんで、ここにいると本当ストレス溜まりますよね。クビにならないと思ってふんつり返ってるんですよ。当然のように公務員、ここ市役所なんですけどね、浜松は毎朝遅刻してきますよ。毎朝1人2人じゃないですよ。10人20人じゃないですよ、もっとですよ。本当ね、とにかく時間がどんどんなくなっちゃうので、2、30分ね、街頭演説の方をしてみようかなと、思います。でもライブ動画の方が結構見てくれる数も多いので、どっちにしても自分のね、 YouTube だとちょっとつまらなすぎるので、だいたい0か1、多くて10ぐらいだけど、ライブ動画の場合は146が最高で、だいたい昨日も60ぐらいかな、80、100前後ぐらいはだいたいね、見てくれる人がいるみたいですので、ということは、当然ね、日本人だけじゃなくて海外の人もいますけど、たまにアラビア語 のコメントも来てますが、別に日本人だけにね、アピールする必要はありませんからね。自分もね、もし政治家になれれば、当然バッジがあれば、海外 の重要人物とか、そういった人たちともコンタクトを取りやすいということもあると思いますし、海外と そのコミュニケーションというか、コネクションというか、そういったものもね、取っていく必要があるかなと。世界中に友達がいるっていうのもね、やっぱ素晴らしいことですから、情報収集、あと価値観、こういったものの、いろんな意味で、人脈もグローバル化を自分もしていく必要があるかなと、思います。とりあえず今は3年後の、地方選、県議選に向けて、活動していますが、お金もかかってきますから、やっぱり自宅の一室空いてますから、それを使って、教員免許ありますのでね、美術の教員免許ですけど、数学英語の個別の授業をちょっと自分で、開塾しようと
心が決まっています。ただそのチラシを作るのはノウハウがないもんで、非常に今は悩んではいますが、最悪手書きで書いてコピーして配ってもいいし、まあとにかくなんとか行動を移していこうかなと思います。で当然投資の勉強もね、続けていきますし、YouTube とかライブ動画もね、配信をしていきますので、よろしくお願いしたいなと、思います。で今日も一応そうですね、まあもともとね中学校とか高校とか、常勤講師非常勤講師の仕事をしていたので、やっぱり教育の改革、あとは公務員のリストラ、子どもの未来に税金を使う、要は世界のどこに行っても活躍できるような人材育成と、そういった感じです。あとはなるべくね税金に頼らないような、個人の資産がねもう1830兆円以上ありますので、そういったものが自然にこう使ってもらえるような、そのためにやっぱ減税をするしかないと思いますし、大幅に支出もね削減するしかないかなと、まあ、そういった感じの、内容を話してみようかなと思います。まあ、とにかく自分の、YouTube は本当つまらないので、まあ、もうちょっとね、他のコンテンツも作っていけるようにしたらいいなとは、考えています。じゃあ30分ぐらいちょっとやってみましょうか。こちらは、子どもの、未来を作る党の、代表の杉本です。2015年ぐらいから政治活動を、始めていて、今年で、4、5年目に、なります。ただ去年の、地方選で、落選をしてしまいましたので、子どもの未来を作る党という名前の政治団体を作りました。2つ目の政治団体を作ったので、また3年後に向けて調整をしていこうと思っています。自分の経歴としては36歳ぐらいに教員免許を通信制の大学で取得をして教員を目指していましたが、いろいろたるみ切った公務員を見てきました。浜松の、ね、公務員も毎朝遅刻をしていますし、プール金を、ね、33兆円ぐらい貯め込んでるみたいですから、やはりクビにならない公務員というのが一番の、ね、日本の最大の問題だと思います。公務員をリストラして、まあ、法律を変えなければできませんが、公務員をリストラして、それよりも子どもたちの未来に税金を使って投資ができるように、そういったコンセプトで、政治活動を、しております。昨日も YouTube、をいろいろ見ていましたが、教育に関して、ちょっと珍しく内容がありました。やはり日本の、教育というのは20世紀の時代はそれで良かったと思いますが、未だに答えを覚えるだけの、教育になっています。21世紀というのは答えのない問題がたくさんありますし、今回もそのコロナショックが来るということは誰一人、予測できませんでしたので、どんな変化があってもどんな時代になっても、生活していけるというのが稼ぐ力だと思います。個人的にはやはりその21世紀はこれからの子どもたちを特に稼ぐ力が必要になってくるかなと思います。ですので少なくとも英会話教育と金融の教育は小学校、中学校、高等学校で導入をした方がいいかなと思います。まあ、本来はお金ではなくてやりたい仕事をやるのが一番いいと思いますが、それでも金融の、ノウハウや知識があれば、本業より、副業も金融の副業で、稼ぐこともできますので、しかも、まあ、今回のコロナショックでも公務員以外はかなりの打撃を受けて給料も下がって、店を畳んでいるところもありますし、やはり自分で稼ぐ力は絶対に必要かなと、個人的にも痛感をしています。
ですので、あの労働の対価として、お金をもらう年収、労働収入ですね、労働収入一つだけでは、やはりかなりのリスクがあるかなと、思います。まあ、アメリカも基本的な金融教育をやっているみたいですし、まあ、アメリカの場合はその世界中からいろんな移民が来て、優秀な人たちが起業して、経済を、ね、強くしていますが、日本の場合はほとんど鎖国しているような国ですから、当然、そういう優秀な人たちはなかなか、来ることはないと思います。しかも日本にも優秀な人材はいると思いますが、まあ、どうしてもあの公務員のため の規制というものはね、岩盤規制が、たくさんありますので、新規参入はまずは公務員が邪魔をしてくると、新しい産業企業をとあの作ろうとしてもおそらく、公務員が邪魔をしてくると思います。つまり自分たちの利権特権のことしか公務員は考えていませんので、自分たちの生活のためになるとしてもぬるま湯公務員の、ね特権に、邪魔をするようなものがあれば当然公務員どもは邪魔をしてくるということですので、日本の経済産業を、発展させて、給料を、ね、高くしていくためにはやはりクビにならない公務員はさっさとリストラをするべきだと、思います。まあ、彼らはあの市役所や県庁で椅子に座ってね呼吸をしているだけでお金がもらえますので、しかも一切クビになりません。犯罪を犯した公務員もねあの名前も顔も公表されていませんので、やはり日本の、国にとっては、日本の公務員というのは幹細胞みたいな存在だと思います。民間企業の、成長の足を引っ張っているのも、日本の公務員ですので、やはりここの、クビにできないというね、法律を変えないと、日本の大きな成長というのはまずは考えられないかなと思います。個人的には公務員の味方をする気は一切ありませんので、それよりも、公務員をリストラしたお金をそのまま、教育や、人口減少対策ですよね、そういったものに、シフトをしていくべきかなと、思います。未来の日本の未来に子どもたちの未来に税金を投資をしないと、ますますあの日本の、国というのは、シュリンクをしてくる、萎縮をしてくるかなと、違う、縮小してくるかなと、思っています。非常に、大きな問題がまだまだ山積みだと、思っています。というのも今の日本の、あ、いってらっしゃい、すごいな、あれ元ね、あの自衛隊の中佐の人なんですよ。で定年 で腰を痛めてるのでね、あの運転の仕事はきついようなことを言ってたんです。まだやってるんですね。まあさすが自衛隊ということで根性がありますが、とにかく腰を痛めるとなかなか治らないので、本当にあの気をつけてほしいと、思います。はい、じゃもうちょっと続きましょうか。今の日本の場合は ありとあらゆるものに、税金がかけられています。おそらく世界でも2番目ぐらいに税金が重い国だと思います。ただ北欧の場合も非常に税金が重いんですが、例えば定年すれば、全国民に30万以上の年金が必ず支給するとか、税金は高くても必ずリターンがあります。日本の場合は税金は高いだけで、リターンは公務員しかありません。公務員以外には税金は全然使わないのがこの国の政府公務員でありますので、税金を、ね、これ以上高くする必要はありませんし、日本 の貯蓄率というのは経済が悪くなってもまだまだ非常に高いというのが特徴なんですね。日本人全員の個人金融資産は1830兆円以上、あります。ということは日本の公務員は腐っていますし、経済も弱くなっていると思います。日本の名目 GDP を調べてみると大体26位ぐらいなんですね。昔はナンバー2まで行きましたが、中国にも抜かれて、ずるずると落ちて、名目 GDP 個人の GDP が26位と、
ただそれでもお金だけはこの国にはあります、まあ、それが日本の強みでもありますが、ということは徹底的に支出を削減をして、減税をすることで、個人の消費を、促進をしていくということだけで消費税以上の税収入が入ってくるかなと思います。要は自分がもし私がね、10万円使えば、誰かの、収入、所得に、なりますので、お金がたくさんあっても、使わなければ経済には全くいい影響はないですね。お金を無駄遣いするのは絶対によくありませんが、日本の公務員は嘘つき生き物ですから、お金を貯めとくのは重要ですが、それでももし、たくさんお金を貯めて、自分が死んでしまえば、そこにねまた公務員がやってきます。所得税をくれと。で、所得税は違うわ、相続税かな。で、相続税 の最高税率が 55% ですから、例えば日本の高齢者は平均3000万ぐらい貯金をして死んでしまいますので、最高税率でいうと 55% 公務員の懐に入ります。と考えれば、自分で稼いだお金というのは、自分のために有意義にね、安心して使えるように、受け皿を作った方が、絶対に国民のためになるのかなと。お金を貯めて、その貯めたまま、亡くなってしまっても、得をするのは公務員だけですので、必ず公務員が金をくれとやってきます。個人的にはその相続税というのを廃止をするべきだと思いますが、今のところ最高税率 55% 相続税も公務員が分取っていくということですので、相続税が反対という理由はやはり二重課税がですね、給料を稼いだ時に税金を分取られています、所得税で。でさらに死んだら相続税で、税金を取られますので、要は所得税が、2種類あるような感じなんですね。当然これも得するのは公務員だけと、いうことですから、相続税はやはり廃止にするべきかなと、思います。とにかく政治家の仕事というのは、公務員と仲良くやることではないので、今の政治家は公務員と仲良くして利権特権を守っていますが、公務員の味方をするべきではないと思います。存在価値がありませんから、方向性を示していくのが政治家の仕事ですし、基本的には大幅に支出を削減をすると、税金の無駄遣いを徹底的にメスを入れて公務員を監視をするというのが、これからの政治家の仕事かなと、思います。日本の公務員と政府は毎年50兆円以上、借金を、していますし、非常に無駄の多い国です。公務員より人からすれば相当税金の無駄遣いは削減をできると思います。子どもの未来を作る党としては、やはり公務員に金をくれてやるのであれば、子どもの未来に税金を使うべきかなと。要は投資を、未来に対して投資をしていくべきだと思います。かなり、日本の、活力と元気もなくなってきていると思います。こういう時代は特に教育の果たす役割はそこそこ大きいかなと、思いますので、世界のどこに行っても、活躍できるぐらいの、人材育成ですね、最低限英会話教育と、あとはファイナンシャルリテラシー、金融の教育、絶対にやった方がいいと思います。金融の教育というのは真面目に働いて、税金を払っても得をするのは公務員だけです。クビにならない高卒の公務員が税金を食いつぶしていますので、しかも公務員は借金をしまくって、しかもそれを国民に押し付けて、さらに税金以外で金を分取ろうとしているのが公務員ですので、こういった公務員の犯罪から身を守るためにも、金融の教育は絶対にやった方がいいと思います。つまりお金の仕組みとか税金の仕組みとか、あとは公務員の給料形態ですよね、特殊勤務手当、あとは、あ
とは何か特殊勤務手当と調整額ってなったかな、まあ、いろいろその旨味があるんですね、しかもいろいろあの組織同士がつながっていますし、何も知らなければ、どんどん税金とか税金以外で、お金を取られてしまうと、ですからあの公務員の、搾取から守るためにも金融の教育は絶対にやった方がいいと思います。まあ、自分もかつてはあの年収が高ければ金持ちと、勘違いをしていましたが、明らかにこれは間違いですね。まあ、公務員君は1000万か900万ぐらいの年収で調子こいていますけども、まあ、所詮こいつらも、個人所得税、まあ、年収1000万ぐらいあれば230万ぐらいの税金取られますし、年収4000万以上超えれば、55% の、ね、税金を公務員によって分取られますので、真面目に働いても、ね、全く意味はないと思います。投資は非常に重要な、武器になると思いますし、キャピタルゲイン、インカムゲイン、これは4000万以上稼いでも、ボースが確か 20.3% ぐらいかな、個人所得税だと 55% 取られますが、かなり、税金の支払いに、差があると思います。要は年収でもらう給料ですよね。労働収入というのが一番税金が高くて、それこそ公務員君の思うツボになります。富裕層とか超富裕層というのは、そもそも年収にこだわっていませんので、財務諸表というんですが、財務諸表が非常に重要だと思います。ですから公務員君の税金の使い方も財務諸表を作らせて、毎月発表させるように、していきたいとも、考えています。要は収入と支出の欄と、資産と、資産と負債かなの4つの欄が特に重要だと思います、ね、いくらぐらい入ってきていくらぐらい使ったのかで、まあ、個人で言えばこういった資産があってで負債はあるのかないのか、こういった、ね、財務諸表も特に公務員というのは税金を食いつぶしていますので、本当に我々の税金がもったいないと思います。しかもこいつらは一切責任を取りませんので、ふてぶてしい公務員をね、義務と罰則を作っていきたいと思っていますし、そのためにも公務員が使っている税金、無駄遣いしている税金に対して、収入と支出と、あとは、資産と負債、財務諸表みたいなやつも、毎月発表をさせるようにね、もし、まあ、自分が選挙に当選した場合ですが、公務員に財務諸表を毎月、作らせようと、思っています。相当税金を、ね、食いつぶしていますし、プール金にも、確かそうですね、公務員区全員で33兆以上の、プール金、税金ですよね、プール金を貯め込んで、それを食いつぶしているということでありますので、徹底的に公務員の内部情報、これも私は、入手したらソーシャルメディアで全て、情報を垂れ流しにしようと、思っています。まあ、少なくとも毎朝遅刻してくる公務員はたくさんいますから、厳重に処罰できるように、まずは条例を作っていきたいと、それと同時に、公務員の一番好きな税金ですよね、税金をどのように使ってどのように不正をしているのか、これを暴くためにも、財務諸表を毎月作らせるべきだと思います。収入と支出と、もう一つは、資産と負債、これの数字をね、毎月、発表をさせるように条例を作っていきたいなと、思います。相当我々の税金を食い潰されていますので、クビにならない公務員が真面目に仕事をするということは 100% ありません。暇すぎて、家に帰ってしまう公務員いますからね、ここの浜松の公務員も、毎朝遅刻もしていますし、子供に対して示しがつきませんので、
法律を変えて、日本の技術を使えば AI とかロボットを使えば 90% の公務員はすでにいりませんから、人間がやらなければいけない仕事は人間がやればいいと思いますが、まあ、ほとんどの公務員の仕事というのは、誰でもできる、ね、単純労働作業ですから、まあ、椅子に座って、ね、呼吸しているだけで税金もらえますので、まあ、そういった公務員をさっさとリストラをして、ロボット、AI、ブロックチェーン、こういったものに、シフトをしていくと、いうことが、必要になってくるのかなと。特にコロナショックでクビになっているのは民間企業だけで、公務員は一切、給料も減っていませんし、クビにもなりません。ここが最大の問題だと思いますから、存在価値のない公務員をリストラするというのは当たり前のことですので、ね、必要な仕事があれば人間がやればいいと思いますが、まあ、ほとんど必要のない、仕事です。特に公務員の、公園管理課とかいう部署がありますが、仕事してませんよね、全然。で、5時15分前にはもう帰ってますし、5時ぐらいには駅前をプラプラしてますので、しかも毎朝遅刻もしてきていますし、本当に公務員の存在価値を見直しをするべきだと思います。存在価値のない公務員はリストラをして当たり前ですので、我々の、ね、税金が非常にかわいそうですよ。こんな連中に使うんだったら、やはり子どもたちの未来に税金を投資をするべきですし、子どもの数も増やす必要もありますので、まあ、クビにならない公務員、これに対して問題がね、議論が起きていけるように、自分も情報の発信をしていきたいかなと、思っています。まあ、一応日本の国を作っているのは、公務員ではなくて民間の優秀な人たちですから、あくまでも公務員は税金を食いつぶしているだけですので、雇用でお金を生み出すのも民間の優秀な人たちです。ですから優秀な人たちの、人材育成、そして民間の、発達発展を邪魔しないように、公務員と公務員の規制は撤廃をしていくべきかなと思います。日本の名目 GDP も26位で、東大も世界ランキングでは35位とか、75位とかかなり低くなっていて、日本のその国力もかなり落ちてきていると思います。国力が落ちているのに、クビにならない公務員を、ね、甘やかすというのはもう上級してますよね。まず真っ先に来るべきは公務員ですから、公務員のクビを、切断しないと全く意味がありません。ですので、公務員をさっさとリストラをして、そしてもっと優秀な日本人を育てることができるように、教育の改革です。まあ、クビにならない公務員をいくら増やしても国にとっては単細胞ですから、世界で通用するような人材育成をしていかないと、おそらくこの国の未来はなかなか明るくはならないかなと思います。一応自分はもともと教育の、ね、仕事をしてきましたので、まあ、日本の学校の教育のいいところは残してもいいと思いますが、最低限21世紀に合った形に改善をしていくと、答えを覚えるだけというよりは自分の頭で考えて答えを導き出していけるような、そういった訓練も小中高でやるべきですし、英会話教育とあとは金融の教育も必ず小中高で、導入すると、要は稼ぐ力を、身につけていけるように、まあ、これは長期戦略にはなりますが、教育の改革から、挑戦をしていきたいかなと思います。とにかくこれだけ国力は良くなって、将来性のない国にとって未だにクビにならない公務員というのは本当に存在価値がありませんので、早くこういうところに気がついてもらって、90% ぐらいの公務員はリストラをするべきだと、まあ、少なくとも正規雇用である必要がありませんので、3ヶ月の契約更新制のような非正規雇用に公務員を隠し上げをするべきだと思います。まあ、理由としては存在価値がすでにありませんから、こんな連中に税金をくれてやるよりもですね、子どもたちの未来に税金を使うべきだと思います。毎朝遅刻をしてきますし、暇すぎて勤務時間中に家に帰る公務員がいっぱいいますのでね、徹底的に、公務員を監視をして、
公務員に対する義務と罰則を条例で作っていけるように調整をしていきたいと思っております。まあ、ということで、また時間があれば駅前の方で、街頭演説をして、動画も撮って YouTube の方にアップを、していこうと、思っております。まあ、去年 の、 4月に選挙があって、その後の6月か7月ぐらいに、私もソーシャルメディアの方を、始めましたので、今後ともまた動画の方を、アップを、していこうと、思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。さてと、ということで40分ぐらいですね、ちょっと今日開始が遅くなっちゃったのでね、まあでもとりあえず、まあ、今日もその、まあ、やぶよはありますが、まだ時間的に朝余裕がありますから、ライブ動画の方も撮っていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。All right, guys, just finished my political speech. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Stay tuned. See you there. Yara, Yoro. Bye.